でちょっとまだ喉の方が万全ではないので今日はお早めに終わろうと思っております。思ってるだけで本当に終わるかは知らないけど、一応早めにね睡眠を取ろうとは思ってます。こんばんは。もう眠たいです。今日もいっぱい頭使いました。もうねステージセットがめちゃくちゃ可愛いんですよ。ひなさんの卒コン、ドラフト3期生のコンサートはどんなセットなのかわからないから、それは私明日見れるから楽しみです。なんかセトリがめっちゃいいらしくて、ドラさんコンサート詳しくは知らないんだけど、なんかねソラハさん曰くめっちゃもうボリューミーで来る価値ありのもうセトリがもう詰め込まれたコンサートだそうですので、私も楽しみにしてますが、推しメンが最終日なのでとても悲しいです。こんばんは。わあ、昼休みさんタワーありがとうございます。わあ、タワーが来た。お誕生日タワーありがとう。こんばんは。タワーありがとうございます。こんばんは。あ、配信で見てくれる、ありがとう。配信も明日 STU チャンネルであるので、よかったら配信の方もチェックの方よろしくお願いいたします。タワーいただいた、お礼を書こう。ありがとう。えい、明日ね、もう瀬戸里なんかもうひなさんらしい瀬戸里とステージセットだから楽しみにしててください。わっ、割れたかと思ってびっくりした。大丈夫でした、大丈夫です。ありがとうございます。よいしょ。そうなのよ、明日はもうね、もう STU でひなさんの後を告げるぐらいあざとくて、もう王道アイドルちゃんってなかなかいないので、もうそういうステージセット今後あるかわからないってぐらいさ、ひなさんはもうひなさんっていうジャンルが確立してるからね、ぜひ明日かわいいを満喫してほしいです。かわいいを満喫してよね。こんばんは。お、明日行く、よろしくお願いします。明日楽しみや。よいしょ、よいしょ。お、昼より行くのか。昼私も見るよ。推しメン最後だから見るよ。ひなさんはまだ卒業公演があるんですけど、きさんは明日がラストです。今日ね最後のショールームするんだってよ。みんな沖さんのショールーム好きだよって方、今日ラストショールームらしいからもう見納めですよ。卒業後もしかしたらあるのかもだけど、 STU の沖優香さんのショールームはラストっぽいですよ。悲しいよ。そう、ラストなんだって。そうなんだよ。ピョンピョン
押し始め記念日はそういうタワーか。今日は4月の19日。そっか、春でしたね。もう4月下旬に入ってきた。早いな。早いですね、4月。もう来週にはツアーが始まってますよ。びっくり。早い。びっくりびっくり。あー、ペンが全部出ちゃった。ね、ツアーも始まるけど高崎彩子もあるから。高崎彩子はまだね、今はね本当に明日に向けてのレッスンと7周年に向けてだから、高崎彩子のレッスンまだ何も始まってなくって、瀬取りは決まってるんだけど、高崎彩子ちゃんの方今日から先着受付始まってるので、よかったらチェックしてください。よろしくお願いします。高崎彩子もありますよ、まだ今月。ちょっと今月ね、いろいろスケジュール詰め込まれております。なので満喫してください。カキ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 、こんばんは。明日はあやぱんと出る最後のコンサートです。悲しい。パンちゃんツアー出ないから明日がラストなんです。こういうライブみたいな、公演以外は、悲しいです。とっても、今日一緒に帰ってこれてよかったです。リハ終わり、あこの道を歩くのも最後かと思って、一緒にね帰ってきた。なんかさ、切なくなりますね。当たり前の日常がなくなるって感じがします。こんばんは。ちょっとちょっとね、寂しいよ。1週間どうでしたか、みんな元気に過ごせた？パズは体調がなんかいまいちな1週間でした。だけど気持ちは元気に過ごせました。どうだったかい？忙しかった？乗り越えた？風邪ひいてた？ちょっと仲間意識や。なんとか元気、元気が一番。ほんと1週間お疲れ様ですね。お、お寿司食べたの？いいなぁ、まずもお寿司食べたい。おごってください。お、パシェのインスタ見たからパルムを食べました。わあ、影響されまくりや。あの写真は3ヶ月前のパセリだ。3ヶ月前のパセリに影響されたのですね。いいなあ寿司。お好み焼きも食べたいんだよね、ずっと。ツアー前に一回なんかお好み焼きとか食べたいな。よしよし。おお、パンケーキ食べたの？モダン焼き？モダン焼きって何？モダン焼き食べたことないかも。ハーゲンダッツ？いいね、ハーゲン。今日パセリゼロアイスだ。アイス買ってくるの忘れてた。わあ、最悪だ。今日アイスゼロ個でした。
わでもお菓子食べちゃった。なんか今日リハ会場にめっちゃお菓子があったんですよ。お菓子がたくさんあってね、たくさん食べちゃったから、まあアイスはゼロでもカロリーは取っています。最悪です。そうだよ、ノーアイスノーライフだよ。明日食べよアイスね。いやツアーも楽しみだよね。明日は 2.5 期生くるくるだけなんですけど、ツアーはあずみがキャプテンになって初めてのライブなので、うん、本当に新生 STU って感じで楽しみです。完全に新しくなるキャプテンが、まだねあずみがキャプテンになってから、そういう何ステージってなかなかなかったから、この1ヶ月ね、ついに来週です。ね、何プッチンプリン、プッチンプリンなくなるの、何何の話。アイス食べない日がある。そうなの、びっくり、私も今気づいたよ。アイスいつも買って帰ってくるんだけどね、今日はもうちょっとリハで頭いっぱいいっぱいだった。楽しみだね。でも食べたいなアイス。よし、こんばんは。なんかちょっと色味が足りない気がするな。てか私この今タワーの絵描いてるんですけど、めっちゃひなさんの卒業のなんかあれに引っ張られてるような気がするな。パシェの代わりに今からパルム食べます。わー、5本ぐらい食べといてください。いいな、パシェの代わりに食べて食べてお食べ。あ、でもね、会場でもらってきたブラックサンダーを今冷凍庫入れてるから、それをかじったらアイス気分味わえるかもしれません。ブラックサンダー凍らせたら美味しいんですよ。したことありますか。おすすめだよ、アイスみたいなね感じになる。なんか今日鼻声かもしれませんので、ちょっとブラックサンダー。体調ね全然元気なんですけどね、やっぱなんか喉とか鼻とかが弱めですね。昔はそうでもなかったんだけど、なんかここ1年2年ぐらい、春の時期と冬の時期ちょっと鼻声とか喉やっちゃったりとかしがち。体質が変わったのかなぜなのか分からないけど、最近はね耳がボーボーするやつがなかったんです。でも今日リハ中に久々になって、やばい久々だってなってね、
本当に1年ぶりぐらいとかに耳ボワボワ現象起きて、はあ懐かしいってなった。よしできた。ひであずみさんタワーありがとうございます。じゃーん、押し始め記念日タワー。お家のことやお仕事のことなど大変かと思いますが、少しでも私の活動が息抜きや癒しになれたらいいなって思います。いつもありがとうございます。もうなんか最初赤とピンクとでなんかひなさんっぽさを感じてしまって、あのちょっと青とかを使ってみました。じゃーん、これからもよろしくお願いいたします。ありがとう。あ、ちょうど名前にリボンがついてる。ありがとうございます。リボンリボンリボン、秘密の魔法の言葉なの、ラブとベリーね、リボン描くの好きなんですよ。私このリボンなんか好きなんだよね。こんばんは。よいしょよいしょよいしょ。明日の髪型もね、ちょっとね、あの今日のリハでよしこれにしようっていうのが見つかりまして、無事に慌てず騒がず髪型が決まりそうで一安心でございます。いやー、前髪をこの前切ったの、昨日ぐらい前髪切っちゃってちょっと浮き気味です。ですが明日はピンでしっかり押さえて浮かないように気をつけようと思います。最近ね、ここの横の毛の切り方に苦戦してて、ちょっと最近は毛量多めですね。太めのここの触覚になっております。前髪、髪型ね、明日ね、あの賛否両論あるあの髪型にしようかなと思っております。本当に賛否両論あるんだけど、あのこれが好きって人もいれば、これはあまり好きではありませんって人もいるんですけど、それにしようかなって思っております。はい、へへ。なので配信の方も現地の方もぜひ見つけてください。もうパセリといえばという髪をしようかなと思っております。よろしくお願いいたします。最近してなかったからね。あ、そうなんだよね。この髪型アンチのメイクさんもいるの。その髪型おしゃれな人はしないからって言われるの。田中美穂ちゃんがしたところ見たことあるのっていつも言われて。いや、いるかな明日そのメイクさん、どうかな、どうでしょうね。眠すぎて謎に土曜日の朝11時かと思ってしまった。やばい、それはもうさ、脳みそがバグを起こしてるよ。おはようじゃん。まだね、金曜の夜だよ。今日はコナンを録画してるから見るのが楽しみです。去年映画館で一人で見たやつ。去年ね、ちょうどこの時期、去年もあの鼻水と喉と やられてて咳が止まらない時期だったんですよ。やっぱ花粉症なのかな。去年の本当にこの時期、コナン公開時期にちょうどこの同じ症状で、で映画館一人行ったけど、映画中に咳が止まらんくなったらもう席立たないといけないじゃないですか。で外に行かなきゃいけないから、もう不安で不安で、コナンにね集中してんのに席が出るかもっていうちょっと怯えながら見たから、金曜ロードショーでノーカットで見れるので楽しみです。ラーンラーンだよ、楽しみね、ワク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 。
なんかね、去年のはもうキットとかは出てこない。今年はもうキット一色だったけど、去年はキット全然出てこない。年によってあのピックアップされるキャラクターが違うから、来年も楽しみでございます。今日はなんかアーモンドピークっていうお菓子知ってますか？アーモンドピークのコナンパッケージがあるんですけど、それの中にコナンのカード、トレーディングカードが入ってて、ランダムなんですよ。でそれをソラハさんが平次が好きだから、平次っていうキャラクターがいるんですけど、関西弁の平次を欲しいって言うから食べたの今日。そしたらさ、キットだった。平次出してあげられなかった、力不足でした。平次キットメンバーにあげた。キット好きのメンバーが近くにいたのであげましたね。ただチョコ食べた人になっちゃったカードあげるために食べたのに。やっぱランダムってつらいな、ランダム難しいわ。コツとかないじゃんランダムってね。昔さ AKB さんのプーチョとかはさ、なんかコツみたいなのが学校で流行ってたんですよ。箱のなんか箱に実は番号があるみたいな、なんかそういう噂が流れてたのでもさ、もう最近のグッズでランダム、本当にランダムだからわからない。難しい。グッズといえばなんですが、明日ドラフト3期生の立体顔シールが出るそうです。わあ、私はね、あのおきまいさんグッズの立体シールをね持ってるんですけど、家の壁に貼ってるの家の壁に今貼ってて、最初スマホケースに貼ってたんだけど、スマホケースに貼るとこのスマホスタンドに挟まらないんですよ、立体感ありすぎて。だからね今家の壁に貼ってるから、あの朝とか夜とか暗闇で目が合うとちょっと怖いです。なんかね質感がちょっと G っぽくてってなる、一瞬で G かと思ったってなる本当に立体なの。もう目ん玉も目も立体、ここ白目がくぼんでます。で鼻も立体だし、唇も立体だし、前髪もあのこういうさ線わかります、が立体にこうギザギザになってるから、こうやって詰め立ててこうやって横にスライドしたら音が鳴るガチャガチャガチャみたいな音が鳴るぐらい立体に作られてて、とても良い。あ、ハンガー、そう、寒そうな沖さんのハンガーがグッズで出るらしくて、ね、あれに服を着せてあげなきゃ。寒そうだよ、春とはいえ寒そうだから、沖さんのグッズのハンガーもねちょっとゲットしたいですね沖グッズ。悲しい。でも実感湧いてない。普通に沖さんさ卒業した後もいそうと思っちゃう。ハンガーいいよね。何着せる？パジャマとかどう？ぬくぬく。私は推しメンにモコモコしたあったかそうな服を着てほしいタイプだからね。そうそうそう、沖さんの顔があって、ここに服を、ここまでハンガーで、こういう風なハンガーでここに服を着せると沖さんが服を着てるよみたいな感じのグッズです。そう、 STU にはなかったよねこれまで。他のアイドルさんとかではさあるよね、あれハンガー。これから流行るかな STU でも。どうだろうね、おっきさん。ちょっとグッズのね、あ、これです、これ、これ、この裸の大きさこれに服を着せましょうっていうハンガーです。ここに上にハンガーがついてこうね、すごいね。え、あとさ
これ私を作ってほしかった、この PR 舞台衣装のグッズ。可愛くない？これ7人あったら絶対可愛かったよ。こうやってブラブラブラ下がるキーホルダーグッズね。 PR 舞台衣装のさグッズもっといろいろあったらよかったですね。でこれがあの立体的なやつ、立体シール。マイキューさんの歯並びが全部見れちゃう、全部見られちゃうよ。なんかねドラさんの時は笑顔バージョンだけど、あのお決まりの時は真顔バージョンだったらしいです。真顔バージョンと笑顔バージョンと、ね、こうやってスマホに貼りましょうって推奨されてる。ちなみに明日の配信は ST48 チャンネルでございます。よろしくお願いします。こんな感じでございます。あ、見れない、あ、見れないね、そうなの。もし私がグッズ考えていいですよってやったら何作ろう。ハンガーいいな。でもなんか恥ずかしいな、みんなのお家に裸のパセリのハンガー飾ってあるの。ちょっと気まずいかも。服着せてほしいもんな。ねえ、何がいいかな。なんだろうね。お話し会の背景にハンガーを一番気まずいじゃん私。ああ、ありがとうってなる。顔面シールね、顔面シールこれからいろんなメンバーに出るといいですよね。どうやって撮ってるんだろうあれって。写真こうやって撮るのかな、こういう角度からこうやっていろんな角度から撮るのかな。どうやって作るんだあれ。なんかさ顔はめて作るやつなのかな、 3D のなんかこうマウスピース作るときみたいにさ。でも窒息死しちゃうか、あんなしたら。どうやって作ってんだ。実物大の顔面シールやだな、どこに貼るんよ。ファセリの顔面どっか貼れる、本とかのサイズかな。ユキリンさんの、あでもここだったらうん収まるかも。ここにこのサイズだったら収まるか。クッション、ハンガー、3D でスキャンされるの恥ずかしい。ニキビできてたらニキビまで観測されちゃう、恥ずかしい。ニキビだいぶ治りました、よかったです。めっちゃでかかったからでかすぎたので立体感やばかった。もう厚みがあったからよかったです。肌荒れの立体シール絶対に嫌だもん、絶対に嫌だもんね。え、あとさ今日お母さんから連絡来てて、リハの休憩中にスマホ見たらお母さんからスクショが来ててね、何と思ったら大谷静香さんがご結婚されたっていうニュースを見て、おびっくりしました。お母さんにお知らせされるっていうね、最近そういうなんか結婚のニュース多いですね。おめでとうございます。私のお母さんはあの何でも報告してくるんですよ。今日テレビに誰々さん出るよみたいな、川栄さん出るよ、ゆきりんさん出るよとか、 AKB さんの卒業生とかがテレビ出てると絶対にお知らせしてくれるんです。もう週に何回かそのお知らせラインが来る。この前も来てた、ゆきりんさん出てるよって。嬉しい。なんか趣味をさ、なんていうの、共
共感してくれるというかね、嬉しいです。そう、お母さんネットニュース、多分 LINE ニュースとかで知ってるんだと思います。そうだよ、パセリ、あのね、あのね、されてます。パティシャツは褒められたの。パティシャツ、今年の生誕ティーもちょっと頑張らなくちゃ。ど根性ガエルにしようかな今年。沖さんハンガーに釣られて、いやでもな、どうしようかな、悩むわね。どんなのがいいかな。でも個性強めがいいです。もうすぐ私のファンって分かるようなのがいいから、ちょっと頑張りたいと思います。よろしくお願いします。まだ先だけど、まだね、半年先だけど、よろしくお願いいたします。ソタロウの顔 T シャツ、私の生誕 T でなんか買う側もちょっと気まずいやつや。あれあれ、パセリ推しなのにあれってなっちゃう。こんばんは、やっほー。今日は犯人はあろうかな。なんか配信ちょっと短めでとか言ってさ、全然45分しようとしてるよね私。犯人はあっちゃおうかな。まあでもいつも1時間とかだから、それに比べたら短い、ギリ短いね。明日会いましょう。お、明日よろしくお願いいたします。よろしくね。衣装も楽しみなんです。ていうか本当にね、もうあの可愛いアイドルの可愛いが好きな人は、もう明日のセットとか手取りとかももう本当にもう最高ってなると思います。最高だよひなちゃん、最高ってなると思います。ドレス姿は見れちゃいますからね。ね、今日見たんですけどめちゃめちゃ可愛かったです。欲しいひなさんが着た後もあの多分私生活で着る機会ないと思うから、私が引き取って着ますってぐらい可愛いです。こんばんは。楽しみ、ワクワク。もう今日通しリハーサルしたから、もう不安な点とかもなくなったから、あとは明日を迎えるだけです。体調に気をつけるのみです。そうなのよ、ドレスってさ、この前のおもちゃんのやつ、ドレスとかさ、ももちゃんに私服にするのって聞いたの、ドレスしないよって言われちゃったね。え、素敵なメンバーさ、いつも素敵なキラキラしたドレスを着てるじゃないですか。でももう着る機会ないじゃん、普通に生きてたらドレスなんてさ。ねえ、もったいないよ。こんばんは。めちゃめちゃ可愛かった、桃のマークのキラキラの飾りが素敵だった。結婚式？いや、ももちゃんのあのドレス結構短めだったよ。短め、めっちゃ足露出だったよ。結婚式なんかで着ちゃったらもう結婚する相手も結婚する家族の人もなんかもういろんな人の目のやり場に困っちゃうね。はあって見れなくなっちゃう。ねえ、
ああそうだね、生誕ね、私今さずっとここに生誕でいただいたお花飾ってるけど、これもステージでつける機会ってさ一回きりだから寂しいです。次チェキ会があったらつけようかなと思ってる。これチェキ会があるのか知らないのにもう勝手にチェキ会のことを考えて最近は生活してて、そうなの、ネットショップとかでこのカチューシャ続けようとか思って探したりとか勝手にしてます。次がさアルバムだからどういうイベントがあるか分かんないんですよ。シングルだったらチェキ会とお話し会とあるんだけど、アルバムってさまだ初めてのアルバムだから ST、 あそうだ、アルバムで思い出しました。昨日 STU のアルバムのタイトル決まったんですねみたいなコメントがあって、何のことって絶対違うよって言ってたんですけど、やっぱりあれは誤報だったみたいで、今日 STU の公式の方からも発表がありまして、タイトルは未定だそうです。まだ、うん、あれ違ったみたいでした。びっくりしたもん、知らないのに発表されてたから、えぇ、ってなって、そう違うみたいでした。そう、コメント欄でさタイトルメンバーが知ることあると思ってびっくり、本当に驚いたのですが、はい、タイトルはまだ決まってないそうです。なのでお楽しみにしていってください。私はまだ知りません。でももうあと1ヶ月半したら発売だからね、そろそろ詳細とか出るんかな、ね、どうなのかな、わからないですね。ドキ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 。タイトル未定さんいるよね、タイトル未定さん、グループ名ね。そう、初めて見た時にうわすごいグループ名覚えやすいって、なんかさ気になるじゃないですかそういうね。どうなるかな、タイトル、アルバム、アルバムタイトルがさ曲のタイトルになることもあるし関係ない時もあるじゃないですか。私が今持ってるこの AKB さんのアルバム、これ私が一番好きなアルバムなんですけど、これはここにいたことっていうタイトルで、曲にもここにいたことがあるタイプのやつ、でもないやつもあるじゃん、曲と全然関係なくね、アルバム名が決まる場合もあるし、どうなるんでしょうね一体。ね、どんな感じなんだろうアルバム。私が持ってるやつはこういうなんかフォトブックもついてるの、これが CD が入ってるやつで、こうやって CD がこう DVD と CD が入ってるんですけど、これ振り付け映像が入ってるんです。ポニーテールとシュシュ、ヘビーローテーション、ビギナー、チャンスの順番の振り付け映像がついてて、で歌詞カードついてて、でさらに別でフォトブックが、しかもね画用紙っていうかこう分厚い紙のフォトブックがこんなにたくさんのページついてて、そうすごいんですよ。これ私が一番好きなアルバム、 STU のアルバムも楽しみです、ね、どうなるかな。これはね、これね、少女たちよとか入ってるんですよ。お披露目公演で少女たちをやったから、なんか不思議な感じ。自分も披露したことのあるチーム B 推しとか、ポニーテールとシュシュ、ヘビーローテーション、チャンスの順番とか、私がこのアルバムで一番好きなやつはハイスクールデイズっていう研究生が歌っている曲が爽やかで一番好きです、ね、めっちゃいいんです。このライブもいいんですよ ね、楽しみにしててくださいね。アルバム
あとこれ私さこういうの好きなの、メンバーのサイン、これもこのねこれの裏に書いてあってね、サインってさなかなか手元にないじゃないですか、あの印刷だとしてもね嬉しい、私可愛いよね。これを見て私はゆきりんさんのサインを練習してました学校とかでいっぱい書いてた。だから私の今自分が使ってるサインにもここのゆきりんさんのこの柏木の K の部分ハートにしてるんですけど、私もハートにしてます。セリカの K をハートのハートにしてクマの耳にしてるんですよ。実はここの部分から来てます、私のサインは。でも小島春菜さんのサインも好きなんですよね。あと字がシンプルに好き、可愛い字、素敵な字、個性出るよねサインって。3期生のいちごちゃんのサインがめっちゃ可愛いんですよ。なんか字が上手くてサインって感じのサインなの、めっちゃいいんだよね。まだなかなか見る機会ないと思うんですけど、またサインとかがね展示されてる機会があればぜひ見てみてください。いいよねサイン、イエイ。好きアルバム紹介でした。 DVD ね、欲しいよね DVD、 DVD。あ、アニメート、そうアニメートのパネル、広島の店舗はメンバー直筆サインが書いてあって、沖さんがついに書いたので15人全員分のサインが揃ったみたいなので、もし広島に来る機会があったらアニメートさんで直筆サイン見てください。持って帰らないでください持って帰ろうとしたらもうすぐさま通報されて、もうメンバーに一生会えなくなるので、見るだけで我慢してくださいね。欲しいのはわかるけど私もこの前沖前公演の時に沖さんのパネル持って帰りたいと思って、マネージャーさんに沖さんのパネルどこにありますかって、等身大パネルさ探しに行ったけどもう撤去されててなくて撮れなかったんですよ。本当は写真も撮りたかったの、でも写真すら撮らせてもらえなかったんです。もうなくて、私が盗むってさ思われたのか知らないけどなくって、そしたらなんかさ2日前ぐらいに沖さんのメールで事務所にあるって書いてて、はぁはぁって、そこにあったのか。そしたら今日会場で出会いました沖前パネルあった、だから写真撮れた。でも私が理想とする写真は沖前さんの間に入って撮りたかったんだけど、今日のリハ終わりに通りすがりで見つけたから、もうボサボサ髪、レッスン終わりのボサボサ髪でしか撮れなくて、もう撮りたかったです。もう撮る機会なさそうや、見たかったね。え、あれファンの人がもらうんですか。え、オキとマイを別々に済ませようっていうあれですか。オキさんは誰々さんに、マイキューさんは誰々さんにっていうシステムなのかな。かわいそうじゃん、2人で一つにしないと離れ離れはちょっと辛いじゃん。セット、セットなの。私がゲットする、私がゲットしたいと思います。え、どうやってゲットできるんですか、あれ。くじ？あれ？ちゃん玉みたいなやつ？新幹線とか乗る人難しいでしょ？持って帰るの。私が引き取るよ。どうやってゲットできるの？ニコ生で呼ぶか。ちょっと、出演者も応募していいようにしてくださいよ。マジか、 STU チャンネルか。STU48 チャンネル
見てみる詳細。ポン。本当じゃん。書いてた。この投稿見たけどさ、気づいてなかったです。応募フォームはこちら。本当やん。等身大パネル。当日おおうん？当日会場にてお受け取りいただき、お持ち帰りいただける方1名のみ。持ち帰れますよ私。受付締め切り。締め切り終わってるやん。今日の15時までやん。ちょっとちょっと、もう当たった人がいるってこと？辛すぎる。今日持って帰ってくればよかった勝手に。はあ。そうだよ、明日雨ですよ。当たった人はでっかい袋とか持ってかないと濡れちゃうよ。悔しい。負けた。情報が置いてなかったのが敗北の原因です。はあ。どうするの持って帰って。知らなかったよ、15時までなんて。絶賛リハ中だったもん。だからか、今日帰りにさ、その、お決まりパネルだと思って撮ってたら、スタッフさんが、それもうファンの人に行くからね、みたいな言われて、なんか捨て台詞みたいな言われて、私も欲しかったんですよ、これって言って帰ってきたけど、そういうことか。お別れだったのね、今日で。尾行しようかな、当たった人の後ろから。その人はどこに住んでんだって言って。夜道。背後に気をつけな。わあ、23時30分。じゃあ終わります。やばい、私が、もしさ、その当たった人がさ、避難に、被害に遭いましたみたいな、盗難被害に遭いましたって言ったら、私が一番に疑われるのが全世界に今配信されてしまってる。嘘でーす。全部嘘なんです。証拠動画提出されちゃうから。違いますよ。全部嘘だよ。あ、沖さんの配信。沖さんのラスト配信が始まったそうです、皆様。見なくちゃこりゃ。では皆さん、明日ライブがありますので、この辺でお休みしたいと思います。壇上読みます。いきますよ。13位さんちゃんだよ。12位デザイズハートさん。11位みつさん。10位じんらいさん。9位おみかんさん。8位ふくちゃん。7位しゅんさん。6位しーちさん。5位カメさん。4位クアドリさん。3位いっちゃん。2位台湾ジョジョさん。1位ひりあすみさん。ありがとうございました。皆様1週間お疲れ様です。明日はライブ終わりに配信するので、髪の毛もしっかりセットして、メイクもバッチリしてる状態でお会いしましょう。それじゃあおやすみなさい。またねー。休み中。バイバイ。